追跡版令和の虎。会長、はい、最近は追跡版始まりましたけど、どうですか？そうね、はい、まあよく回ってるものとそうでもなかったものに分かれると思うんだけど、はい、一番直近に流した谷本さんの方が結構回ってる、ね。ああ、はい、まあ、両方でコラボしましたしね。そうだね、はい、まあコラボもいいのかなと思ってるんだけど、うん、まあ、とにかく視聴者の方の、ね、ニーズとしてあの人はどうなったんだろう、結構定期的にコメント欄で散見されるので、はい、やっぱこれやる義務があるなと思って始めたものなんだけど、うん、まあ、なかなかさ、俺が忙しくて地方にロケに行けないじゃん、はい、そろそろネタが尽きてきた。そうなんですよ、だから僕もちょっとそうかなと思って今日動画回させていただいてるのは、はい、会長の追跡版やっちゃおうかなと思っているんですよ。で俺の追跡版、はい、俺の主催者なんで。そうそうそう、はい、今までで何回志願されました？覚えてます？ 9 数えたな、この間。直近で言うと受験生版、はいはいはい、タイガーファンディングに、そうですね、出ましてね、はい、はい、全部多分言えると思いますけどね、はしょりますけど、はい、9回出ました。そうですよね、だから本当は9回分のそれぞれの進捗を追跡版で追わなきゃいけないんですけど、はい、まあ、ちょっとこの一本の動画にまとめきるのは厳しいなと思ってるので、うん、はい、まあ、随分前のことになりますけど、はい、第1回目に志願した内容覚えてます？もちろん。あ、本当ですか？はい、オンラインサロンやりたいと。ですよね、はい、はい、もうだって4年以上前よ、ね、そうっすよ。そう、安藤さんが独り出ししてくれたんですか？違うよ。違う、それはあれですね、全然だ、林さんが、さん、あ、間違えちゃった、無限に2000万作り出したよ、はい、ですね。そうなんです。そうで、あの時俺は早い段階で1000人のオンラインサロンにするって豪語したわけですよ、はいはいはい、言ってないっすよ。はい、ね、いやだって最初さ、うん、2、3日で300人ぐらいまで行ったんで、うん、やったこれ絶好調と思ってたら、うん、ピタッと止まってたよね。ましたね。でしばらくね、そんなに増えなかったのが、うん、令和の虎チャンネルがわーっとこう爆伸びしたことを受けて結構オンラインサロンも増えてきて、うん、今日現在で838とか書いてありました、ね、はい、今日7月25日なんですけど、はい、だから、はい、もしかしたらもう間もなく1000人の声をようやく聞けるかもわからんけど。そうなんですよ、ね、まあ、遠いよね。でもまあでもちょっと僕も追跡版をしようと思って調べたんですよ、はい、でこの1年間ものすごい伸びてるんですよね。伸びてる、やっぱりちょうど、はい、1年前の4月、はい、何人だと思います？えっていうことは500人ぐらい。そうなんですよ、多分1年前の4月が494人、はい、なんで倍増とまでいかないですけど、その1年で結構400人弱ぐらい伸びてるんで。なるほど、はい、なんでまあ最近はすごい調子がいい状態なんで。ところでズッキー、はい、社長就任そうですね、僕もだから、はい、何も動画でまだやってないですけどズッキー今社長になりましたね、はい、なんで僕ちょっと会長と呼んでますけれども、はいはい、そうなんですよね、まだなかなかお互い呼び慣れない感じはありますけれどもね。デジーも副社長になったね、はいはい、今ちょっと忙しくて来てくれないんだけど、うん、はい、っていう感じなんですよね。そうだからオンラインサロンに対するさ、はい、なんかこう動画を上げたとしても、うん、なかなかになんか皆さん全員の興味をねそこに寄せるってのは難しいので、あんまりやってこなくてさ。そうですね、よく最後の、ま、動画の端末に、はい、チャカチャーンとか言って流れる、うん、まあでもあれもさくどいけどずっと流してるけどね、うん、あれの反応やっぱあるんだろうね。まあそれなりにありましたね、はい、はい、なんでちょっとまあその4年前に志願して1000人達成するっていうのが、はい、まあ、数字上今838ってことは分かったんですけど、はい、まあ、追跡版としてはちょっとこの4年間というかですね、今オンラインサロンがどういう状況になってるのかっていうのをちょっと聞いていきたいなと思っていますね、はいはい、変わったよいろいろ。そうですね、頑張ってるんですよ。だって今もう骨折りながらめちゃめちゃもう体大丈夫ですから、ね、はい、もうこの鎖骨折ったのもオンラインサロンのせいで、はい、そうですよね、はい、あれ仙台行って帰ってきてヘロヘロの中で東京駅の階段から無事落ちたからね。だ多分今収録よりももしかしたらオンラインサロンに体を割いてるのかなっていうぐらいのウェイトですからね。もしかしたら本当に時間的にはそうかも。そうですよ ね、だから収録って多分、はい、新宿の会場でやることがほとんどなんですけど、はい、まあ、オンラインサロンまず全国に回ってるんですけど、はい、オフ会っすよね、はい、まずはね、はい、このオフ会の前にお伝えしたいのが、はい、ちょっと前まで、はい、うちのオンラインサロンって全国を3つの支部に分けてたんですね、はいはい、東日本支部と中部支部と西日本支部っていうざっくりした分け方であったのを、まあ、会員さんが増えてきたこともあって、まあ、そろそろやっぱり元の形に戻そうってことで実は当初やってたように5つの支部に分けたんですよ、はい、で、関東以北をぐるっと東日本支部が関東支部があって中部支部があって関西支部があってそれ以西を
西日本支部、はい、ということで実は5つに分けた、はい、でこの5つに分けたことによって、3カ所でやってた年に何回かのオフ会を急激に増やしたわけですよ、はいはい、とんでもないことになったわけです。それで、はい、もうだいぶこなしましたけど、はい、東日本は、今年初めてなんで、まあ、2回にしようか、はいはいはい、西日本もそうだよね、うん、で関東中部関西は4回ずつやる、うん、季節ごとにね、3ヶ月2ヶ月やるってことになってるので、もうそれ全部俺出てるじゃん。とにかくこの4年間オフ会というオフ会に俺が欠席したこと多分ね、俺の記憶で一緒、まあ、ないっすよね、ないっす、全部出てるんですよ、うん、はい、まあ、好まれてるかどうかは別として、いやめちゃめちゃ喜んでますよ。各支部に支部長って方がいらっしゃって、はい、例えば象徴的な人で言って今リベンジ版によく出ている村上さんっていう人は実は、はい、関東支部の支部長で結構長らく支部長やってくださってるんですけども、はい、ああいう方々が起案して、うん、まあ、まずは岩井義明を呼べますと、はい、でかつ、まあ、虎の方々も時々来てくださってるん で、 そ う、 です、ね、まあ、そういうイベントがある時にはですね、まあ、はい、本当に僕らはもうその支部長の方々とよくお話をするんですけど、うん、まあ、岩井さんが動いてくれて岩井さんとこうやって直接会えるっていうイベントは嬉しいっていうのがやっぱり一番声として聞きますね。まあ、なので、うん、今日せっかくなので今日以降で今年いっぱいで、どこで何があるかっていうのをちょっと僕の方から口頭でお伝えしますよね、はい、直近で言うとですね、全部これ土曜日です、はい、全部土曜日なんですけど、もう曜日省略しますね。5月18日、中部支部の2回目、はい、これ名古屋でやります、うん、で5月25日、これは西日本の初めてのオフ会を広島でやるってこと、うん、で広島市内でやって、その日は泊まれる人は泊まって次の日に宮島に行こうって話なんです、まあ、旅行っすね、もう、うん、旅行です、はい、っていう企画がありますね、はい、6月の15日は関西の2回目なんですけど、うん、実はこの6月の15日14日15日と連続でまた舞台やるんですよ。あ、大阪で来週来るんです。そう、はい、虎もういいよみちるの2発目ですね、うん、ですから合計3回目の舞台が14、15であるので、みんなでその舞台を見た後に、千秋楽見た後にオフ会やろうって話になってますね、はい、はい、真夏真っ盛り7月20日、関東の第3回、これはいつも東京でやります、はい、それから8月の24日ですね、うん、中部の3回目、これは中部は中部でも僕の主催なんですよ、この回だけなので、僕が店も何もかも全部決めて、はあ、企画も全部俺が作ってやるみたいな。なるほど。もうそれをやらないと中部の役員たちは年会4回きついですって言ったら、ほな俺やるわみたいな感じでやります。はい、で9月21日これすごいですよ。東日本の第2回目、はい、なんと北海道。おお、2泊3日これでも2回目の試みですね。そうなんですよ。一昨年1回やったんですよ、はい、ね、でこれ2回目の試みで、はい、今のところまだしっかり煮詰まってないんだけども、はい、1泊目21日の土曜日は札幌で、まあ、いろいろとね観光しながら夜はオフ会やって楽しみましょうと、うん、で泊まって次の日に、定山渓温泉に行きます。うーん、で温泉でみんなで宴会やってどんちゃん騒ぎして、でその日は温泉に泊まって3日目にエスコンフィールドはあの見学に行くって。なんかね、北海道が今盛り上がってて、はい、とある人がですね、もう10何人集めてくれてるんですよ、メンバーを。でだから東日本支部全体よりも北海道の方が多いんだよ、固まれるのは、うん、でみんなで大歓迎してくれるっていうことなんで、これ2泊3日で行きます。まあ今言ってるも誰でもこれ参加できるんですよ。あ、そうなんですか。そう、支部を横断して行きたいですって。そうです。なるほど。はい、はい、から関西、9月28日が関西の3回目、うん、10月5日が西日本の2回目で、この前に広島で今度やろうとするものが今度は、福岡でやります。あ、そこまで遠征するんですね。中洲行きますよ。はい、ということで、10月19日は関東の最後4回目、はい、11月9日が関西の4回目、11月16日が中部の4回目ということで、今からでも11回。なるほど。そうですね、これが配信された後に5月18日行きたいなと思ったらもう入会したらすぐ出てきますもんね。はい、すぐ行きます、はい、うん、はい、これもう5月の上旬には配信しようと思ってるんで、うん、まずはやっぱりみんなのうちのオンラインサロンに入って一番のお楽しみはやっぱりオフ会ですよね、うん、リアルな。やっぱ各支部その毛色違います？違います。あ、全然違いますか。はい、関西支部はやばい、6時会7時会昼の3時ぐらいから始まってね、3時ぐらいから1時会始まって次の日の朝始発までやってるからね。あ、はい、
やばいっすよ。俺も途中でダーンって感じ。はい。本当に毛色違うね、色が。はい。はい、なんかだから最初の頃って、まあ、僕ちょっと最近参加できなかったりとかするんですけど、はい、最初の頃僕らが運営主催でやってたじゃないですか、はい、だけど各支部の支部長さんとか各支部のやっぱりなんかそのお国柄みたいなのがあるから、はいはい、それぞれの支部長が提案してくれると全然イベントが面白いですよ ね、はい、あのいろんなこと考えてくれ ていてやっぱオフ会ね、あとね虎も時々来てくれるんだけど、はい、虎の子がいっぱい来るのよ。あ、そうですね。つい先週の関東の2回目、はい、もう17人来たからね。ああ全部で70人とか来るんだけど、うん、その中で17人が虎の子ですよ、うん、で林さん来てくれて、井口さん来てくれて、うん、木下先生来てくれてってやってすごい楽しかったですよ、うん、はい。なのでまあ繰り返しになりますけども、オンラインサロン令和の虎ファンクラブの多分みんなの一番の人気コンテンツはやっぱりこのリアルなオフ会だと思いますね。そうですよね。これだから、はい、あのオンラインサロン入ってる人たちはなんかそれの報告のレポートとか見れたりとか、そうですそうです、曜日とかご案内できるんですけど、ね、なかなかこれオンラインサロンの外にいると届かない情報だったんで、はい、ちょっとそれはご興味ある方はぜひとも入っていただければなと思ってます、はい、他あと2番目のニュースとしては、うん、なんとクラブ活動が始まったんですよ。全部でね今のところ7つ、はい、部活が、はい、はい、で部活この7つのうち2つ俺が部長だからね、はい、まず真っ先に始まったのが麻雀部。ああそれはそうですよね、はい、で毎月1回やってるんですよ、定例会、はい、で20人ぐらい集まったのよ、はい、であの赤坂のとある雀荘で、うん、土曜日の昼間12時から6時まで6時間ぶっ通してみんなで麻雀打ちまくって、で優勝準優勝3位まで決めて、それ年間トータルでバーってやっていくんだけど、まあ毎回商品が出たりとか本部からして、でそれが終わってから6時半からベートララウンジで2次会やるみたいな、でそれが終わってじゃあ今日打とうよって言って、夜の11時ぐらいから俺のマンションで、あのまあ麻雀が始まるっていうね、楽しい会ですよ。はい、麻雀部はね人数だけはね60人ぐらいいるんだよね。マジですか。マジでもやっぱ地方の人がいるので、はいはい、なかなか来れないんだけど、福井とかさ静岡とか来るんで、あ毎回静岡の人来てくれたりするからね。これ部長やってます。はい、から次は e スポーツ部。はあ、一番盛んなの俺が。あ、そうなんですか。毎日のようにやってるらしいで。あ、でも確かにそういうリアルな友達と e スポーツやりたいってあるでしょうね。だからなんかさ、あのネット上で繋がれるじゃん、はい、そうですね、俺さっぱり分からんだけど、はい、これね毎日誰かがやってるらしい。これの部長は、岡田彩ちゃんっていう関東支部の副支部長、はい、元男性ですね、はい、はい、ですからゴルフ部最近できました、はいはい、で今度第1回のオフ会やるんだけど、これ部長なんと井口社長だから、これ井口、ここに入部したら井口さんと回れるってことですよね。もちろんで、なんかね初心者 OK らしくて、はい、その初心者にゴルフを教える会までやるらしいで。へえ、なんなんだあの人すげえ燃えてるんだけど。へえ、はい、もう誘われましたけど、はい、無理、行きたくない。若い人無理ですよね。無理ですね。はい、4つ目、はい、ナイトクラブ研究会。はあ、クラブじゃない、はい、ね、あの銀座の七重ママみたいなクラブ、はい、でやっぱさ最近の人たちってクラブ遊びしないんだよ。しないです、ね、だけどやっぱりまあたしなみとしてクラブでどういう風に飲んだらいいのかっていうのを僕が直々に教えようと。結構金もかかるんですよこれ。いやこれ本当にだから、はい、あの人気もありますし、多分いきなり、はい、行ってこいって言われてもいくら持ってっていいのか分かんないし、分かんないし、はい、あとは一元さんお断りなので誰かの紹介でないとクラブって入れないんだよね、はい、だから俺がきっかけになって、まあ、いわゆるミキっていうんだけど、うん、枝を作ってるわけですよ、うんうん、でこの間第1回やったんですけど4人来てくれて、まあ、4人ぐらいってなると無理なのね、うん、団体さんってきついんで、で最初は女の子も4人呼んで、はい、8人で同伴って言ってね、はい、ご飯を食べるわけです、はい、でこのご飯をみんな食べる最中俺がずっとレッスンするわけですよ。クラブっていうのは係がいてねって、こうこうこうでアフターに行ったら女の子たちにたくさんあげなきゃいけないねとか、うわーって2時間ぐらい喋り倒して、じゃあ分かったねって、このルールで今から飲みに行きましょうって言って2軒はしごして、はい、でその後アフターまで行ってタクシー代私まで全部完了しました。へー、はい、これ定期的にやろうということで、はい、金かかるこれは、うん、だからちょっと時間とお金に余裕のある人しか難しいと思うんだけど、うん、1回参加するのに多分最低20万ぐらいかかるかかりますよ、はい、って感じです、はい、そして超マニアックな部活動令和の虎研究会、はい、マニアックだからこそこれは部長は村上武史、そうですね、さっき言ってるね、はい、あのリベンジ版とかによく出てるあの村上武史が部長になって、うん、令虎ラウンジでただ単に令和の虎のことを喋り倒すっていう、
はい、変な会です、はい、これもやってます、はい、からねスイーツ&グルメ部っていうのは、はいはい、最初ねスイーツ部を作ったんですよ、はい、あんまり人気なくてスイーツだけじゃだって集まってさケーキ食ってるだけじゃん、はい、ならっていうんでグルメも一緒に入れちゃおうってことで、スイーツ&グルメ部に変わりました、うん、これの部長をやってるのはオンラインサロンの、事務局をやってくださってる山本クロエさんというお綺麗な女性の方ですね、はい、はい、最後サウナ部これは志願者であのサウナカー作りたいって言った内田君、はい、これが部長をやってなんと副部長に三浦さんがいるんですよ、はい、というサウナ部も今からスタートしていくっていうことで、まあオンラインサロンに入ってればこの部活動いくつ入っても OK っていうことになってるんで、この部活が始まってからさらにみんなのなんかこう交流が盛んになった感じがするよね。うん、そうですね。はい。はい、あびっくりするのでなんかまあだから今お前なんかやれよ。いやだからカラオケ部とかはいいかなと思ってたんですけどね。そうなんですよね。ダメ。ズッキーがカラオケ部の部長になってカラオケみんなでいたらこいつマイク離さないから。いやでもそういう人たちが集まると楽しいかもしれないなと思ってみんな話さないんで。わけわかんない。わけわかんないですけどね。はい、そうだからちょっとこの部活動はやれよカラオケ部。そうですよね。おお。そう部活動はだから本当今年ぐらいから始まった試みですよね。川村隆一ですそのものまねしてるんですよね、はい、あれ歌ってくれない。いやいやそれもだって著作権であそうはい、はい、っていう感じですね。はい、はい、まあでも部活動は今年から始まったんですけど、はい、それ以外にもなんか結構あのラウンジあラウンジじゃないですねあのサロンは、はい、なんかいろいろ特典そうですね、はい、あの多分ねこれ以外でみんなが一番喜んでくれてるのはやっぱり収録金額じゃない、うんはい、収録見学が月に3日間あるんだけど1日4本あるじゃない。だから12本それぞれに限定3名か、うん、だから36人の人が、無料で令和の虎のタイガーファンディングの本家の収録を見学できるんですよ、うんはいはい、でもう常連さんもいっぱいいるんだけど最近人気で抽選だったりするよね、はい、あそうですね、はい、いやこれはやっぱりね見た人に感想を聞くとやっぱりその配信で見てるのと全然違う、うん、臨場感が半端ないっていうのと、うん、やっぱめちゃめちゃ緊張感あるっていうね、うん、はい、なのでこの収録見学は大人気だ。もう本当にここ最近のあの炎上の生の目撃者にいっぱいなったんですよ。そうですよ本当に、はい、会うとずっとその話してますんで今日ラッキーだったこれちっともラッキーじゃないよ、はいはい、あとはやっぱりここのところのオンラインサロンで盛んになったことといえば1年半ぐらい前にオープンしたレトロラウンジですね。これも僕の志願者からですね、はい、やったわけですけども、安藤社長の一人出しで1000万で投資をしていただいて、うん、なんと1ヶ月半で回収してしまったすごかったですねあの時は、はい、まあ、このレトロラウンジで基本やってることをいくつか紹介したいんだけど、はい、まずは毎月ですね、うん、1日店長会というのがベースなんですよね、うんはい、でこれは虎の皆さんとか、うん虎の子の方々とかが、自分で一日店長をやってくれて例えば林さんが一日店長をやりますよたら、まあ、本当にあの定員が12人とか最大15人ぐらいなんでわーっと集まってで林さんと一緒に一日過ごすみたいな感じ。だいたい夜の7時半から夜10時ぐらいまでかな、うん、はい、やってますね。これがベースになってて他にもですね例えば、新入会員の歓迎会を毎月1回やって、はい、これ僕必ず出てますと。それから主催のミニオフ会、はい、これ僕が毎回出て行ってオフ会やると、うん、あとは各さっき言ったクラブ活動の二次会でも使ってますよね。それからね時には女性しか来ちゃいけないっていうトラハミガールズデーっていうのがあります。これ一回行ったことあるんだけど、はい、やばすぎて、はい、二度と行きたくないと思った。もう女子トークが凄まじくてもう居場所がないみたいな、はい、でも最近さまあ、視聴者もそうなんだけどオンラインサロンすっごい女性が増えてきたんで、はい、そうですね、うん、本当びっくりするよね、うん、だから昔は男性の塊だったんだけど今はね素敵な女性いっぱいいますよね。そうですね本当に、はい、うん、そんな感じです。あとは、サロンのメンバー同士の交流会をやったりとか、うん、あとはみんなのラウンジデーって言って、なんか自分の誕生日を貸し切りで祝いたいとか、うん、で会社の何か歓迎会やりたいとかっていう時に使ってもらってもいいし、はい、これからはお昼の間もレンタルするんですよね、うん、はい、そんな形でレトロラウンジは非常に大活躍をしている感じではあります、はい、あとはオンラインサロンとしてずっとルーティンでやってるのがブログですね、はい、これはほぼ毎日のように上がっていてまずメインになってるのが
なかなか追跡版令和の虎で追っかけられない人もたくさんいるので、その過去に志願者でオールになった子たちが順番順番にブログ書いてくれてるんですよ、うん、これほぼ毎日上がってますよね、うん、はい、それから僕もたまにブログ書いてますと、からうちの社員も、ブログ書いてて、書いてないのはお前だけ。そうですね。今言われると思ったよ。絶対思ったよ、うん、はい。そんな感じですね。はい。と、はい、いうのがブログ関連。あとはですね、まあそうは言っても、レートラルーンズでは今は、東京にしかないから、はい、地方の人がなかなか集まれないということで、うん、そういう遠方の方のために、さっき言った事務局の山本クロエちゃんが、毎月1回ですね、バーチャルレートラルーンズってやってくれてます。はい、でこれは夜か、バーチャルで、ズームで繋がってみんなで、交流会やるっていう感じですよね。そうですね。まあだから本当に変わってきましたね、うん、サロンもね。そうですね、はい、でなんかまあ本当にこれ4年間やってたことっていうのはあんまりこう外に見えなかったんですけど、はい、まあ、結局、まあ、レオントラが大きくなっていって、まあ最初の頃って僕らこうレバの裏をやってたりとか、はい、あとこう志願者の速報みたいなタランスプロ流してたんですけど、はい、こういうのが割と全部こっち側にも入ってきてるんですよね。そうだね。だから本当にこの方々は、はい、必ずオフ会に行ったらたくさんいらっしゃるし、それこそ部活動入ったらそこにいるし、はい、まあ、虎の子ブログってものも上がったりとかするんで、うん、まあ、その進捗とかは全然追跡版とかを見てるような結構マニアックな方々とかからすると、そこではものすごい、うん、あの虎の子の方々の進捗状況って見えたりとか、うんうん、あとはもう虎の方との交流ですよね。そこがすごい、まあ、あとはやっぱ虎の方々もそうですし、その会長とあっても、まあ普通に動画では話さないことバンバン話してますよね。そればっかりだ。そうそうそう。もうここだけの話やねとかって言いながらめちゃめちゃ喋ってるから俺。だから絶対ここだけの話にならない。うん。で、まあそういうマニアックな話を聞きたいなって思ってる人たちにはすごくおすすめで、はい、そう、だからやっぱレイマントラ愛が強い人たちが多いのかな。そうですね。だそもそもね、やっぱオンラインサロンって多くは、うん、なんかビジネスに役立てたいっていうことが多いじゃないですか、オンラインサロンって。例えば中田あっちゃんの、はい、ホリエモンもそうだし。あとはカボちゃんのね、うん、ストックさんサロンとか、はい、うちって名前のごとく令和の虎ファンクラブなんですよ、うん、だからまずはとにかく令和の虎が好きな人たちの集まりであることが違いなくて、でも結果的にそういうサロンメンバーが集まって、結構会社の経営者とかフリーランスやってる子たちも多いので、その子たちがつながることによってビジネスがね、広がっていくっていうのは二次的にはすごいあるよね。ありますね。だからまあ最初からその目的だけで来てもらったら、うん、もしかしたらちょいと期待外れに終わるのかも分かんないけど、令和の虎が好きなものが集まってる中で結果的にそうなるっていうことでは結構いろいろありますね。だから結局僕らもなんか、あ、例えばこういう工事が必要だなとかだった時にはそうやっぱオンラインサロンの会員の方で、あ、あの人いたみたいな感じで、うん、せっかくだから言うと、はい、レートロン20分食堂、そうですね、いよいよ今日契約してきました、はい、はい、今日契約が済んで、はい、これから工事に入るんですけど、うん、多分ですね7月の下旬か8月の頭にはオープンができると思うんですけど、ここの内装工事頼んでるのはまさしくサロンメンバーだ、ね、そうなんですよね、はい、あとまあなんか食材仕入れる時もあの人に頼んでみようとか、そういうことすごいありますよね。そうですよ、うん、はい、早田君のところに頼んだりもしますよ ね、 すね、うん、なんで本当にあのまあ今レートロラウンジっていうのがあって、で今度は2つ目のお店としてレートラ20分食堂というのはできるんだけど、うん、実はまだ確定ではないんだけども、なんとレートララウンジ関西が始まるかもしれません。あ、はい、これはみんなでお金出し合って、あ、なるほど、会社作っちゃおうかみたいな話も出てるんだけど、このサロンメンバーがやりたいやりたいって言ってるんで、うん、ちょっとレートラ20分食堂とレートララウンジを合体させた店にしようと思ってる。朝と昼は食堂で夜ラウンジにしとけば、最悪ここで集客しなくてもここだけで生きていける店みたいな。だからこれ実験的にまず20分食堂やってみて、その成功をもとに大阪でやってみようかなと思ってますね。なるほど、はい、まあだからあれですよね、だからさっきも言ったみたいにそのビジネスに直結するっていうことじゃないけど、大人になってまずこのレオナトラっていう一つのモチーフで、はい、友達とか仲間ができるっていうのがすごいことで、やっぱ友達になってからの方が仕事ってのなんかとつながりって普通にね、はい、あのできるんだなと思っていて、はい、結構バンバンいろんな人たちがいろんなビジネス始まってるなっていうのがすごい見えますよ ね。いやだって俺もさ、よく考えたらさ、レートララウンジに月に5回ぐらいは行ってるじゃん、はい、で 1回1年したら60日じゃん、うん、でオンラインサロンのこのオフ会行って数えたら俺100日ぐらい使ってるよねやばいよね。やばいですね。
やばい、1週間のうち2日ぐらいなんかあのこのオンラインサロンでいろいろ動いてるなと思うと、いつまでこれできるんだろうと思うんだけどまあ元気なうちは頑張ろうと思ってますね。はい、はい、まあそんな感じで、はい、まあ、今まで見えなかった、まあ、この1個目の志願の追跡版やってみましたけど、はい、まあでも本当にオンラインサロンはですね、あの外から見てるとやってることは分かんないと思うんですけど、はい、中入ってみると本当こんな感じで盛んにやってますん でトラの方々もたくさん参加してくださってるんで、あのぜひともですね、はい、まあ、本当に特に今追跡版とかをワクワク見てくれてる方々とかっていうのは、はい、ものすごいそれよりも濃い情報とかがですねたくさんもっと近い距離で知ることができるから、はい、いいなと思って、あの今日、まあ、結構尺の長い動画になってしまったけども、はい、これでサロン増えるかな、わかんないですけどね。でももう再生は増えないと思うんですけど、再生増えない、最後まで見切ってくれた人たちは面白そうだなと思って、はい、ちょっと興味あれば、はい、いつものように概要欄に貼っておりますので、うん、ぜひですね、あのこれを機に、あ、じゃあオンラインサロン入ってみるかと思う方がいらっしゃいましたらですね、お申し込みいただきたいと思います。もしかしてもしかして1000人に行ったら1000人目の方には、うん、とんでもないプレゼントしようと思いますよ僕。はいはいはい、お楽しみに、はい、と思うと、あ、じゃあ990ぐらいになるまでやめとく、やっぱりやめて、それやめてもうみんな入ってすぐ、はい、なんかせっかくさ、俺1回目の志願者の会で1000人にしますって豪語したんで、はい、これ達成したいですよ。あ、確かにそうですね。志願者で全部なんかこうプレゼンしたことはなんだかんだでうまくいってない、実はこの1回目の志願だけ俺が自分で目標にした1000人まで行ってないっていうのはちょっとまだ悔やまれる部分がありますので、早く1000人に行って林さんに行きましたってお伝えしましたね林さん2000万ありがとうございました、本当にありがとうございました、はい、有効に使わせていただきました別のことに使いました、ちょっと会社が大変だったんですいません、でもあの言ってくれ全部返しました、もう、はいね、はいはい、よし、じゃあズッキーがカラオケ部の部長になることが決まったことで今日の動画は終わりとしましょうかね、はい、はい、なんか最後に流してる動画ちょっとリニューアルしない？ああ確かに、あまりですね、はい、考えてみましょう、はい、はい、ということで今日はあの岩井とズッキーの嫁山話でもなくですね、追跡版令和の虎の何人目かの志願者として私の会を、無理やり取り上げさせていただきました、長い間のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。